今日もカレーを食べます。今日のカレーはスープカレーです。スープカレー下北沢で、壁におじさんの顔が大きく描かれた2階にあるスープカレーのお店、パニピリカ。パニピリカ、ピリカってアイヌ語ですね、きっとね。多分綺麗なとかいうような、ポニってなんやろ。とにかくアイヌ語を使っているであろうと思われるので、やっぱり北海道はスープカレーがね盛んでございますから、そういうイメージもあるんでしょうか。ポニピリカさん本店なのかな、下北沢だけなのか、他にも店舗があるのかで買ってまいりました。うわー、すーごい迫力です。こんなんす、うわー。そしてライスでございます。これは野菜が素揚げでしたのスープに後で沈めなさいと。なるほどよ、できてますね。こういうの誰が発明するんでしょうね。では失礼をいたします。ここに沈めます、やんわりと。うわー、すごいね、チキンレッグが。ふわ、野菜が乗ります。あー、レンコン、まあ、野菜たっぷりですね。これ女子に人気だそうですよ。大人気でございます。お店に行くとね、あのスープのベースの味をね選べるんですよ。紙に書いてで注文するような感じですかね、さあこれである程度準備が整いました。それではではちょっとお味見から。あー、うまい辛い、うまい辛い。甘みも感じるんですけど、やっぱり鋭い辛さがありますが、それとマッチするのがこのエビの殻の出汁ですね。エビの出汁、これはすごい強烈なんですよ。強烈って言っても本当に快適な強烈さなんですよね。本ちゃんいただきます。いやー、すごいところに到達しましたね。ほんと素晴らしい名物ですよこれ。やっぱ野菜を素揚げにすると甘みが増しますな。お芋さん。あ、これスープカレーにも合うよね。芋合う。何遍言っても一緒やけど。チキンが。わーお。香ばしい、香ばしい。すごいね、大根の味が染みてるわ、これ。まだ食べてないやん。いやいや、見たらわかるやん。ほら、澄んでる。二日酔いに効くブロッコリー。ブロッコリーは表面積が大きいから、揚げると香ばしさがなおさら口で広がりますね。キャベツのくたっとなった感じがまた。スープによく絡んで素晴らしいです。しもた、チキンレッグだけ最後に残ってもた。野菜先に食べすぎやね、僕ちょっとダイエットのためにベジファースト、野菜を先に食べるっていう癖がついてしまっていました。気がついたら鶏肉最後に残った。あー、オクラがちょっとだけオクラ入りになってます。あ、ハスが沈んでました、残ってました。池にハスが沈んでました。印象派。いやー、カレーってシュリンピーですね。チャンネル登録もよろしくね。